くるくる回って飛んでいく亀の甲羅フリスビーを作ります。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。全体を広げます。このように横の折り筋がたくさんついています。この折り筋が縦になるように90度回します。そしてまた半分に折ります。同じ工程を繰り返していきます。半分に折って折り筋をつけたら広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このようなマス目状の折り筋がついています。右一列を中に折ります。左一列を中に折ります。手前一列を中に折ります。奥一列を中に折ります。このような枠のような形を作ります。この色の境目の延長線上、一番手前を押さえ、手前の縁をこの色の境目に合わせて折ります。そしてここに折り筋をつけます。ここです。折り筋をつけました。反対側も同様に、この色の境目の延長線上、一番手前の部分を押さえ、手前の端をこの色の境目に合わせて斜めに折り、折り筋をつけます。ここに折り筋をつけました。
奥も同様にこの延長線上押さえ、向こうの端を右の色の境目に合わせて折り、折り筋をつけます。広げます。ここに折り筋をつけました。反対側も同様にこの位置を押さえ、向こうの端を色の境目に合わせて折り、斜めの折り筋、ここに折り筋をつけました。続いて中央にあるこの2列を底にして前後左右を起こします。このように前後は色の部分だけ起こします。左右は白い部分も1列起こしながら、このようにボックス状にします。斜めの折り筋をつけた部分はこのように斜めに折ります。そしてこの斜めの部分、手前にこのように折ります。奥も奥の縁にくっつけるように折ります。そしてこのはみ出た部分を中に折ります。中に折ります。この横の部分も中に折ります。このように中に、横も中に折り込みます。こうすることで固定します。左側も同様にこのはみ出た部分を手前にこのようにくっつけます。奥もはみ出た部分を奥にくっつけます。そして中にこのように入れ込みます。中に折り込んで固定します。反対側はこのようになってます。折った部分しっかりと折り目をつけ、ボックスを作ります。そしてこの横の部分、真ん中のこの2ブロックを横に広げながら前後をこのように倒します。倒した両側は斜めに折ります。奥もこのように倒し、両サイドは斜めに折ります。そして軽く戻します。少し空間を作ります。ひっくり返して、この部分やや斜めにして、これで亀の甲羅フリスビーの完成です。このように持って、スナップを効かせて回転させるように投げるとくるくる回って飛んでいきます。ぜひ作ってみてください。